伊達政宗とは、戦国時代から江戸時代にかけての武将で、伊達氏の第17代当主であり、仙台藩の初代藩主でした。政宗は、出羽の国の米沢城で生まれ、幼い頃に右目を失明しましたが、18歳で家督を継ぎ、奥州の覇者として活躍しました。政宗は、釣上原の戦いで、芦名佐竹連合軍を破り、会津や岩瀬などを支配下に収めましたが、豊臣秀吉による全国統一の動きに押されて、領地を没収されたり、一揆の扇動を疑われたりするなど、苦難にも直面しました。政宗は、装束で秀吉に謁見したり、長谷倉常長をヨーロッパに派遣したりするなど、派手なパフォーマンスや野心的な試みも見せました。政宗は徳川家康との関係を深めて、仙台藩62万石の大名として存続し、仙台市発展の基礎を築きました。政宗は和歌や茶道などにも通じた教養人であり、69歳で亡くなるまで仙台城に住みました。